陝西省省略市洛南県で30日、大雨を原因とする大規模な水害と土砂災害が発生し、2人が死亡、10人が行方不明となった。水害と土砂災害は、洛南県の15鎮で発生し、28,037 世帯の85,204人が被災した。農地2,426ヘクタール被災。道路計192キロが破壊された。電気や通信も途絶している。洛南県の降雨量は 282.5 ミリで2003年以降最大。洪水のほか山崩れたが起きた。川沿いの道路が崩れたり、橋が流されるなどの被害も出た。郊外や観光の陝西省内の支流5本が警戒水位を超え、9本で洪水のピークが発生した。その他の中小河川多数で洪水が起きている。遼寧省大連、河原坊天市の市街地で30日午前4時ごろ、集中豪雨があり、鉄道の下を通る道路に停車中の車2台が水没、乗っていた3人が死亡した。道市中心部の雨量は30日午前8時40分までに 85.9 ミリ。うち午前4時10分からの25分間で 40.4 ミリを記録した。道市中心部の各所が冠水。幹線道路、長春路が鉄道下をくぐる区間の状況が最も深刻だった。警察が救助に急行し、午前6時ごろ水中から車両を引き出したが、乗っていた3人はすでに死亡していた。当局は、長春路の同区間で、ポンプで排水する作業を行った。長江流域気象センターによると、長江上流と支流の清江、宇江下流、大雨になる見通し。三峡ダムの水位はすでに 166.2 メートルに達し、仁淀川上流の主流、岳、安下の湖山観測所の水位は 39.86 メートルで、警戒水位を112センチ超えた。陽湖の基準となる水門ステーションの星子観測所の水位は 62.8 メートルに達し、警戒水位まであと86センチとなっている。同港一蔵江口ステーションの水位は 59.64 メートルに達し、警戒水位を 1.89 メートル、保証水位を 1.86 メートル超えた。水害で、中国の国土の6分の1が冠水し、食料生産地の多くも水に浸かった。習近平国家主席や小春華副首相など、中国政府の指導部が、食料不足への危機感を口にし始めた。当局によると、今年夏に収穫される食料は、前年比 0.9% 増だが、水害で農地の多くが、壊滅的な打撃を受けたため、秋の収穫分は、昨年より、大幅に減る恐れがある。秋の収穫分は、食料の年間生産量の4分の3を占め、政府に危機感が高まっている。長江と津湖に挟まれた安徽省合肥市洛口県は、最近の水害で野菜栽培が深刻な打撃を受けた。野菜の生産量が約8万トン減り、1億4,097万元、約20億円の被害が出た。世界最大の豚生産国の中国で、6月から続く大雨による水害のため、養豚業に深刻な被害が出ている。昨年から流行しているアフリカ豚コレラの感染拡大のリスクも水害により高まっており、中国人の食生活欠かせない豚の不足が深刻化する恐れが出てきた。水害による養豚業者の被害は、湖北と広西、湖南、安徽の各省で特に深刻。これら各省の豚の飼育頭数は約2000万頭に上る。洪水で養豚場の水没などが起きているが、被害状況は明らかになっていない。養豚業者のほとんどは中小規模で損失の大きさや資金不足から多くは被災後も豚の補充を遅らせている。中国では昨年起きたアスフで豚の半分近くが処分された。ランダゴバンクのアナリストは、洪水後は感染症拡大のリスクが高まるため、アスフの感染が拡大する恐れがあり、飼育頭数がさらに減るとの見通しを示した。台湾、高雄市では30日早朝から激しい雨が続き、市政府は午前6時、交通部中央気象局の最新情報に基づき、企業、団体の休業と小中学校の休校を指示した。
同市の各地では、道路の冠水や民家の浸水が起きている。市街地の各所で60センチから1メートルの冠水が起きた。民家への浸水も起きている。高雄市の山地でも一部で、累積の雨量が200ミリを突破。政府が土砂災害への警戒を呼びかけている。Thank you.